かっこいい。この気だるげな歩き方。なんだこの質感は。気だるそうだ。まさかのオペオペペアダンスだと思ったら女性が、うわーうわー、ちびんちゃんセクシーですセクシーすぎます。今回女性のダンサーさんありきなんですね。最初は一人で歩いてきて、まず一人スタート、こっからや。この見て、このダンサーさんを見る眼差しが、まぶたを閉じてるというか下目を見てるから、もうこれがセクシーなんですよねあーセクシー。いいね、肩のアイソレ、肩、胸じゃないんだね、肩のアイソレでしたね今。いや右肩だけを動かして移動するジミンちゃん、かっこいいね。いや何ですかこれ、かっこいい。違う女性2人、わお、うわーうわー、何めっちゃかっこいいねんけど、今回もうか、ジミンちゃんなんか可愛らしさとかしなやかさっていうよりもダンスの踊り方の質感が結構硬いんよな今回。なんだろう、しっかりしてるというか重厚な感じ。もうなんかその一つ一つの動きをちょっとタイトに踊ってるというか、大きく大きく動かすっていうよりも結構ちっちゃく固めに踊ってる感じ。ほらこういう止めるところとか、止めた後にちょっと反動つけてるんよね。ドドン、ここドドン、こういうところで硬さを表現してる感じ。いやーこの首筋やばい、うわーかっこいい。ジミンちゃんは本当に首筋をお出しになって踊られるから、今回みたいにちょっと固めに踊っててもやっぱセクシーに見えちゃいますね。もうそれは仕方ない。お、男性になりました。うわーこれ前に歩いてくる時のちょっとね顔低いよ、一瞬めっちゃ顔低いよ、これが今から行ったろかっていう感じを表現しててめちゃめちゃかっこいいし、胸にグッとくるものがあるよね。うわー、いやーなんか一個一個がめっちゃ丁寧やわ、めっちゃ丁寧に踊ってはるわ。ここの足元、タッタッタ、これ前に出した足がさ、かかとがめちゃめちゃ前に出るぐらい、この内ももからぐわーっと反ってというか引き出して、かかとを前に前に押し出してるんよね。なので足元のラインがめっちゃめっちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗です。うわ美しいラインね。ちょっとね他のダンサーさんよりも遅取りというか、腰上がってくるタイミング、体が前に倒れるタイミングが他のダンサーさんよりも遅いから、しっかりと音楽を聴いて音楽の後に体が動いてるっていう感じがするねやっぱり。うわー、ここの手伸ばすところ、ここ肩結構上げて手の方にグッとグッと体をね前に持っていってる感じ、ちょっとお墨がありますね。しなやかさっていうよりも本当に前、なんだろう、体をまとめて踊るというか、広く大きくしなやかにっていうよりも小さく硬くまとまって踊ってる感じ。うわー一個一個のラインがもうねバチバチに綺麗。さあさあ、ここここようわからんよな。どこだ、さあここから手閉じてる状態から、まず最初は胸に手を当てる。でこっから一回頭に持っていった時に肘を閉じてるんよねジミンちゃん。で肘を閉じた状態から腕を開いていくから、このラインのなんだろう高低差というかメリハリっていうのがすごいついてるよね。で他のダンサーさん見ると腕を閉じてたり、みんなバラバラやから結構なんだろう細かく注文はされてないのかなっては思うねんけれども、そんな中でもジミンちゃんは一つ一つの動きが際立つようにデザインしてるなっていう風な印象を受けますね。
うわーうわーかっこいい。もう一個一個の動きの切れ目がしっかり見えるね今回。だから丁寧に見えるんやと思うわ。次ここここウィンウィンって体を伸ばすところ、うわーここねあんまり伸ばしきらないんよね。ジミンちゃんの体ってめちゃめちゃしなやかやから、行こうと思ったらどこまでも行けんねんけど、今回ね行けるとこまで行ってない感じはするね。でもねこの右側、みんなから見て右側に行った時のこのラインの綺麗さ、何かっていうと右側に体を引っ張りながら左腰が上がってるやろ、ということは左腰と右肩でぐーっと体の内側にストレッチが効いてる状態で、体のうんうんっていうのをしっかりと表現できてるなっていうふうに思います。あーうわーなんだ今のなんだ今の止め、ドゥドゥドゥン、ここもうね足元何履いてはるん、ローファー履いてはるんかな、多分ちょっと踊りづらいの思うねんけど、そんなことは無人とも感じさせないこの足元のクリアさ、ちょっとかかと立ちになってつま先が立ってるこの足のラインで、左足右足か右足かピンと伸びてるこのラインがいいよな。でこの瞬間に止めて微動させてる、うん、ここの止めやな、うんうんうん、ドドドン、いやーすごいわ、硬いね、いいね、うん、うわー、いやーあんまり目が合わへんなカメラと、ちょっといろんなところに目線をね落として踊ってる感じ、ちょっとアンニュイというか切なさというか悲しげな印象が伝わってくるのがまたいいね。うわーここもうジミンちゃんに回転させたら右に出るもんはおらんからマジ。うわーここの手上げるところの顔のちょっとインしてる感じ、この瞬間手を上げてんねんけど顔は下げるっていう、ここの表情管理、顔の角度の使い方がねかっこいいです。で回る時にやっぱりね音を全部使ってるから、ジミンちゃんが一番ね顔ほら見て、みんながもう回ってる時にジミンちゃんまだ前向いてるんよね。どれだけ音を聞いてから踊り始めてるかっていうのがねしっかりと伝わってくるよね。ちょっと遅どりな感じが落ち着いた印象も与えてるんかもしれへん、うん、走らないよね音楽に、うん、かっこいい。ここのね、なんだろう、ポージング一個一個がすごいね自然というか、あんまり際立つような位置に持っていってないよな、ナチュラルに。ほらこういうとこ、まあでも綺麗やわ。なんなんだろうなこのジミンちゃんの一挙手一投足が決まる感じ、この顔を右に背けて足をこのしっかりと閉じてるやろ、足と足の間の空間が開かないからこそこのポージング全体から見た時にめちゃめちゃ綺麗に見えるよな。かっこいい、あーかっこいい、はぁ、はぁ、かっこよすぎるんですけどこの歩いてる時にね顔をね前に出して伏せてるんよな、この歩き方。ワン、ツー、この時の姿勢見てくれへん、なんなんやろうなこの独特な姿勢、下を見てるんよね、下を見てることで何かしらの印象を加えてる感じがしてね、ここね胸がドキッとしちゃうね、うーん、もう伏し目がちやね、ずっと頭をつむじを結構前の方にして顔を伏せて踊ってるね今回。あんまりそのカメラに見て見て俺俺っていう感じがないな、こう自分の中のその自分の中の空間に閉じこもってるというか、自分の内側にこもってるような感じがするね踊り方が。ジミンちゃんのダンスマジで極上やわ、久々に見たけどええー、なここの足元、いやーなんか足元がすごい明瞭なんよな、この今見えにくいと思うけど足を開いて閉じて開いてってすんねんけれども、その時閉じる時めちゃめちゃ閉じるんよね、でそっから開く時にめちゃめちゃ開くっていう、ここの明確さがあるから足元のステップがすごい綺麗に見えてくる、それがたとえ切れててもね、画角から外れてても綺麗に見えてくる、うん、あーかっこいい、ちょっと前向いた時に目合う感じが
あードキッてする。はい、学校へ。しっかりとカメラを見せるジミちゃん。私たちはもう魅力的すぎて目を合わせることはできません。うわー、肩やね。ジミちゃん肩を使って踊りはるね。このここ肩を結構クッと上げてきて、頭を肩で引っ張ってるようなラインになってるね。なんか独特なラインやわ。うん、あーかっこいい。おーおお、かっこいいな。今の1,2,3,4,5 に合わせて女性陣が出てくるっていう、やっぱいいよね。女性ダンサーさんと踊ることあんまり好ましく思わない人っていうのも一定数おると思うんだけれども、異性と踊ることによって新たに見えてくる魅力っていうのもあるから、なっちゃんはね、でどんどん踊ってほしいと思うタイプやねんな。なんだろう、その男らしさというかさ、体の大きさとか骨格的に違う何かっていうのをすごい強調できるから、固有の性別にしか出せない雰囲気っていうものがあるから、それが際立つよね。でそれがね、際立った時の魅力がすごいなっていう風になっちゃん思うから、もう全然異性と踊ってください派なんですよね、なっちゃんは。かっこいいわ。なんなんこの歩き方がね、前にこう頭倒して前に歩いてる感じがもうめちゃめちゃかっこいい。感じがするな。なんだ？いやー、いいねー。うわー、お酒が進むぞ。これはお酒飲まれへんけど、このさ、目線がいいな。ジミンちゃんは誰かと踊る時の目線がめっちゃいいよな。このね、ちゃんと相手を見てる感じ、うわー、たまらんな。うん、うわー、すごいぞこれ。すごいな、なかなかの密着度合いやな。大丈夫、ジミンペン湧いてるんじゃないでしょうか。すごいね、触れてるようで触れてない。このダンス際どい。うわー、押されてる。ジミンちゃんが押されてる。あのジミンちゃんが押されてるすごい、押されてる時の目線がかっこよすぎるな。この目線やばいな。目元ぐーっと、うわー、こっちを捉える目、やばいです。もう魅力的すぎますね。ほんで男性とまみれてうん、はい。おー、ダンサーさんは合計で何人ですか。男性5人の女性6人、11人か。結構多いね。サビの振り付けは一緒やな。うわー、なんだ今軽やかな動きしはったで、ジミちゃん。はいはい、ドンドンダッダッダン、こう走り出す前のちょっと軽やかなジャンプ。ダンダン、うーん、ここいいですね。ジャンプしてから走る。うわー、軽やか。ステップがな、軽やかなよな、ジミちゃんは。シュシューン、ここ足をちょっとスライドさせる感じ、いいね。スライドいいですよ。うんうん、じゃあ、お、うわー、いいわ、ジミちゃん。もうか、体のライン、このね、誰かと対峙した時の体のラインと目線がめちゃめちゃいいよな。なんかそれこそアイドルさんとかやったらさ、ペアダンスってあんまり、さっきも言ったけど、好ましく思わない人もおるからこそ、このある程度ガードを作ってる人が多くって、目線とかも合わさないし、まあ、密着してたとしてもそのあんまり触れないようにしてるっていうし、フィジカル的な密着がないように、その心からガードしてる。なんか踊り方として心を閉ざしてパートナーと踊ってるっていう瞬間が結構多いねんけど、今まで見てきて、あのアイドルさんのペアダンスとか見てきてね。でもジミンちゃんってちゃんとそのセクシャルな意味じゃなくて、すごいね、健全な意味で一緒に踊ってるダンサーさんのことをしっかり見て、しっかりとリスペクトを持って踊るから、その時の体がね、ほんまに対話してるような体になるから、見ててすごい気持ちいいよね。いや、いいわ。なんかマジでリスペクトあるようなダンサーさんに対して、ジミンちゃんって。これ一緒に踊っててめっちゃ気持ちいいと思うで、相手のダンサーさん。
ちゃんと見てくれてる感じ。うわかっこええな、ジミンちゃん。もうかっこええなしか言うてないんちゃう、なちゃん、ごめんな。ほんで違うダンサーさんに代わって、うー、ポージングがかっこええな。ここの手元、手元を首元に持っていく時のライン、腰に手当ててるやん、ジミンちゃん、かっこええ。多いね。うわここの足上げるところとかめちゃめちゃ軽やかやで。シュッ、ここねちょっと膝高めに上げてるね、ジミンちゃん。うんうん、いいなこの構成。男性が内側におって女性が外側にある。あ、だから男性と女性の人数合わせたくて5、6なんやな、メンバーの人数が。落ち着いてるな、ジミンちゃん。すれ違う男性と女性、ジミンちゃんと女性。あー、ここのポージングめっちゃいい。パーン、おいいね、ここ腕パーン伸ばすね、ジミンちゃん。ほんで胸結構ね、腕を伸ばすときにちょっと胸張ってるんよね、ここラインいいですね。うわー、触れ合うだけの、すれ違うだけの2人なのに、なんかストーリー性が見えてくるぐらいのこのポージングというかライン、歩いてる時のラインが、はぁ、この2人に何かあったんだろうかって思わせるようなこのシルエットやな、すごいね。シルエットで感情を伝えるジミンちゃん。うわぁねえ、もうほんまシルエットがマジでなんか感情入ってるんよな。なんか踊りのシルエットっていうよりも、そのなんか表現、ダンスと感情が一緒くたになった表現のシルエットやから、ストーリー性感じるな。誰かと対峙した時に、あーかっこいいわ。ほんでこう、なっちゃん、ほんで全然関係ないけど、ジミンちゃんのフェイスラインがものすごく好きで、やっぱりジミンちゃん踊ってると首元をすごい出すから、そのフェイスラインが強調されてね、本当にね、ジミンちゃんの魅力が開花してて大好きって感じ。飲む飲む飲むちょわ最高、かっこいい歩き方が、なんかもう疲れてるやんな、なんかこの人生に疲れてるというか、この歌詞を私はまだ確認してないから、なんかまだ把握できてないねんけど、何かに疲れてるというか、そんな感じがして、あー目線やば目線やばいって、この目やばい、この目やばい、うーサムネにしようかなうわーこんで下から煽ってジミンちゃんに下目遣いさせる運営さん、カメラマンさん、最高です、ありがとうございます。お、いいよ、オーラスですね。ジミンちゃん踊らないってやつですね。すごい高音出してらっしゃるから、もう今回は踊らずに歌に専念されるという感じですね。おーいいね、ほんで多数のダンサーさんを従えて真ん中で踊る、歌うジミンちゃん、いいよ。うわかっこいい、体をすごくリラックスさせて踊るね、後半になると体の力を抜いて音楽に身を任せてる感じ、こういうとこ、うわーいいね。手伸ばしたところ、ジミンちゃんその獅子が体がキャシャやねんけど、伸ばした時のこのね手の伸び具合がね、すごいストレッチ効いてるから、ポージングがすごい決まるよな、一個一個が。うわ今の止めめっちゃかっこいい。しゃ、ここのラインめっちゃかっこいいねんけど、このシルエットやば、防具行きです、雑誌の防具行きです、これは。うわー、お肌きれい。わ、ダンサーさんたちが誰もいなくなった、静けさの中に佇むジミンちゃん、片足重心で佇み、腰をちょっと前に出してる、このシルエットの美しさ、独特な感じ、たまりません。もう一回見ましょうかっこいいから見たくなっちゃうんだ、何回だって。うわー、この最後の佇まいがやばい、かっちょよすぎるな。うわー
ぱりジミンちゃんのダンスは本当に格別ですね。皆さん久々に見れて、なっちゃんの心は今喜んでおります。ジミンちゃんってすごく男らしく踊ることもできれば、儚くしなやかに踊ることもできる、本当にね、振り幅がすごい広いダンサーさんやと思ってて、ダンサーさんっていうかパフォーマーさんやと思ってて、で今回は結構タイトめに固めに重厚に踊ってる感じ、前半部分は。で後半はリラックスして、感情に任せて身を預けて踊ってる感じがして、いろんな踊り方をしててすごく楽しめました。みんなも久々にジミンちゃんのダンスを見れて幸せだったと思います。でみんな幸せを共有しよう。そんなわけで、みんなの好きなパートとかあればコメント欄で教えてね。じゃあね。